江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回もですね、渓谷の小さなニュースの詰め合わせミニニュースのコーナー行ってみたいと思います。今回はですね、前編と後編がありまして、こちらは後編になります。前編もよろしければご覧ください。それではですね、まず最初1本目なんですけども、渓谷のサッカー代表がですね、今疑惑に包まれているということで、まあこちらは日本でももうすでに報道されてるんですけども、恋人とのこれちょっとエッチな話なんですけど、ややエッチな話なんです。ややっていうかかなりエッチな話なんですけど、まあエッチなのしてるところの、あの映像を撮ったんですって。まあそういう趣味があるんでしょう。趣味というかなんというか。で、この彼女と同意を得た得ないで、彼女から訴えられてるんですよ。ね、あの、なんで動画を消さないんだというような感じでね。で、またね、女遊びも激しいらしいんだ。これ、この代表が。で、まあ、そこら辺はですね、まあ、日本でも報道されてるんですけれども、で、それで、今回ですね、21日の夜か、に、中国と韓国の、サッカー代表の試合がありましたと。そこでですね、出たんですよ。うん。で、まあ、こちらはだからスポーツの側面からの記事なんですけれども、不法撮影の疑いで被疑者に転換され、警察長官調査を受けた、ファン・ビジョ、31歳が国家代表で A マッチに出場し、議論が広がっていると。で、このファンは、試合のために中国に出国する直前に性行為映像を違法に撮影した状況が補足され、被疑者の身分で警察調査を受けたと。で、これがですね、ファンの間では、賛否両論が起きていると。で、推定無罪の原則してみなければならないという意見と、被疑者に転換された人をどのように国家代表の試合に使うとかできるのかという意見に分かれたと。まあ、渓谷さん国会議員も犯罪者いますからね。別に、そんな大したことないでしょうって思うんですけども、さすがに、やっぱりね。で、クリンスマンは、このような世論に対してクリンスマン監督は明確なものが出るまで選手に技量を発揮させたいと選手側に立っているということでございます。まあクリンスマンもこういうことには慣れてるらしくて、まあ今までの前例から判断して、まあ確定したら、ね、まあ抜きますよというような感じのスタンスらしいんですけれども、まあこんな感じでですね、今物議を醸しているということでございます。じゃあ次行きたいと思います。こちら。お尻を拭いたウェットティッシュで浄水器を拭いているという。この映像が出て、嫌だねという話なんですけども、この、なんで、お尻を拭くんですかね、普通に。ここで。トイレで拭くんじゃないの？そもそも。これね、タイトルからしてちょっと日本では想像できないんですけども、まあ普通トイレで拭きますよね。台所でウェットティッシュで拭いた。で、これでこのウェットティッシュで浄水器を拭いた。で、これはね、浄水器の修理かなんかに来た時のこの技術者の人らしいんですけど、エンジニアか。この本人はお尻じゃないにだ、背中にだって言ってるらしいです。はい、じゃあ次行きたいと思います。こちら。そろそろですね、アメリカだと、ブラックフライデーという、アマゾンもやるのかな？年に一度の大安売りの期間がね、迫ってきておりますけれども、これがね、まあアメリカから波及して日本でも、アマゾンなんかはブラックフライデーやるみたいですけども、警告でもありますよと。ところがなんですけども、突然商品の値段を上げて割引を受けてもより高価な現象が発生しているという消費者の不満が提起すると。ありがちだな、ありがち。セールが始まる前に定価を上げて、で、安くなったように見せるという方法なんですけれども、警告さんはちょっと違う、ちょっと違う。3万ウォンにもならなかった衣類の値段が、価格が、
5万ウォン以上に上がった。割引を受けた価格も4万ウォンになったと。本来3万ウォンで買えたものを4万円で買ったってことですよ。セールだから。わけわからないですね。で、これに対してですね、ネットユーザーは、両親を割引したのかと。ということでね。はい。別に面白いことを言えとは言ってないんですけど。はい。じゃあ次行きましょう。次はね、鉄パイプの味をね、味合わせてやるにだですよ。うん。渓谷さん、病院で骨折しちゃいました。うん。ちょっと見ていきましょう。ちょっと暴力沙汰なんですけど。指導教授の常習暴行で論争になった朝鮮大学病院で、去る5月、ある職員が非正規職に過酷な行為をした事実が明らかになった。A 氏は正規職、職員 B 氏が自分にお湯を故意に注いだということで。で、B 氏は鍋に沸騰した水を A 氏に注いだことが確認されたと。ただし B 氏は故意性を否定し、単純なミスと主張していると。うん。そういう意図はなかった。意図はなかったらやっていいんですかという話ですね。お湯、沸騰した水を A 氏、沸騰したお湯を A 氏かけたって、やばいよね。やけどですよ、まず。病院でやけどしちゃったらしい。で、次に。前日、朝鮮大病院では、4年目の C 氏が、指導教授 D 氏から鉄パイプなどで常習暴行を受けたという疑惑が提起された。C 氏は去る8月29日頃、病院内で D さんから肋骨を蹴り、31日や医局で腕や背中を鉄パイプで撃たれたということで。お前ら病院で何やってんだと。病院は治すとこじゃないのかなって思ったんですけども、皆さんはいかがお考えになりましたでしょうか。これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。最後まで江戸川メディアラボをご視聴いただきありがとうございます。お手すきでしたら、こちらの最新動画と人気動画もおすすめしております。ぜひこちらからチャンネル登録もよろしくお願いします。画面下で評価コメントもぜひお寄せください。動画投稿の通知が欲しい方は、チャンネル名の横のベルをご利用ください。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。